皆さんこんばんはコージー t v 今夜はスーパーハイト系戦国時代。N ボックス、タント、スペーシア、勝つのは俺だメリットデメリット <laughs> 徹底比較を行い 今回は小澤浩二と、はい、渡辺洋一郎です今回はです、ね、陽一郎さんの視力を研修して <laughs> 今までの40年に及ぶ蓄積 <laughs> ちょっと大げさに言ってますが <laughs> ただねこれね実は短くさらっと要所要所を解説してますが洋、うん、一郎さんみたいにねしつこくがっちり見ないと分かんないところをですね <laughs> 調べておりましてというのも今回のスーパーハイト軽自動車 <laughs> いわゆる、まあはい、全高1 7メートル軽自の、はい 両側スライドドアを持つセーター軽自動車がもう今やもう完全国民車ですよ。前回戦国大シリーズでコンパクト SUV やったんですけどその時ヤリスって言いましたがまあまあここも食い込んでるんですけども去年の1年間のトータルの販売でいうと1位ダントツで実は NBOX で20万台でまあ今回その軽自動車なんで。 えありますけど軽乗車のトップ3が NBOX、タント、スペーシアなんですけど、まあうん、この間にヤリス、カローラ、ノート、ルーミーが入りますが、まあ、これもヤリスも、ね、実は半分なんで事実上やっぱりその、買いやすいモデルではこの NBOX、タント、スペーシ a c i a が、まあ、3トップと言っておくてで、ね、でしかもこれ問題がですね 結構似てますよね、実際は。うんうん、っていうか、もう、形状者って枠があるので、もう、もう本当の規定演技ですよ。うん、あの、フィギュアスケートで言うと、最初のもう規定のもう、うんうん、あれね、縁をね、トレースするかとかね、そういうのをやるんですよ、あれ、うん、って。フリーじゃないんですよ。だからもう、もう、その中で格差はあるけれども、実は違いがどこにあるかって分かってるようで分かんない話だと思って。まあ、確かにね。じゃじゃ,じゃん、今、はい、ジャンルの。 えとこのジャンルの説明としては、うん、まあ全長が3400ミリ、全幅が1480キ、mm、ロ。あ、それはもう全長、全幅。まあ、それみんな、計枠が 660cc 台と。はいはい いうことなので、どうしても同じサイズで作ることになりますよね。そうなんですで、さらに、あの、ま、小田さんおっしゃったように、軽乗用車全体の50%以上がですね、全高1.7メーター、それからあと、あの、両側スライドドア、ついたタイプの。ほとんどですよ、これ見れば。もう、あの、どうしたって似てきますよね、そりゃ。で、車内をなるべく性が。はい、ほとんどだし。それから全ての車種にカスタムっていう名前で、大半の車種にエアロ仕様がついてあったりなんかするわけですから、ですからその辺、 点のところで、かなりあの似たようなものが非常に多いと、まさにここにある写真にある。この n-box とタントとスペーシア。この3つが事実上の。 もう国内最多販売のベスト3に近くて。です。ですですから、ダイハツとかが軽自動車の販売1位に力を入れたいっていうのは、あの、単にその、それを誇りたいっていうことだけじゃなくて、似てるから、でしかも、ねお、いろんな人が使うわけじゃないですか。で、車に詳しくない人も使うので。実は、使う人も幅広いですよ、ね。そう,そう、使う人も幅広い。実は広いんですよね。そうすると迷うわけですよ。どうせ、どれにしようかなっていうふうになった時に、軽自動車販売1位ですよっていうのは、 強烈なそのプッシュになるので。 そここでだわるだからこれ実際 NBOX が売れてるのって分かんないからこそかもしれない分かんないからこそみんなが買ってるのがいいんだろうっていうある種の心理がターボかかってますよねそう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 いうところはある近いからこそですね近いからこそっていことですねけどしっかり実は違いがあってそれがまたスタートに効いてるわけですよねスタートの販売にねでそれをじっくりこう要所要所要注さんに解説していただきますとまずまあ今回のバトルの フォーマットですけどもなんで比べたかっていうと標準ボディの買いやすいモデルで比べてで見たとそれでまあカスタムがあったりとかですねそれからそこにも書いてありますけどタントとかには SUV 風のねスペシャとかにあったりなんかもするんですけどでも機能と価格のバランスで見るとやっぱり標準ボディあが割安であると比べるべきだしねしかも解読だということの証としてはですね全部150から160万円の間に 解読グレードが集中してる要するにこれを外れてしまうとですね左側のスライドドアの電動機能などつまえた上でこれを外れてしまうとそうすると売れ行きに悪影響が出てくるっていうことでもうにしまってしまってるので解読グレードの価格帯も万以内に全部揃そうかすごいですねこれ確かにホンダインボックスホンダブランド高いって言われてるけども150万台に収まり全部150万円台激戦もいいとこですねこれ。 これなんかあれですねポテトチップと小池屋とあカルビと本当にそういうレベルですなそういうレベルです。どこも昔小池屋うまいみたいなイメージあったけどどこも結構みんなうまいっすよ。そうですそういうことです。はい、でその上で一応注意点として出したのが下のところなんですけれどもあの軽自動車には標準ボディでターボもあるですようん、うん、あのまあえっ、ー、とスペーシャーに関してはなかったりするんですけども、うん、でそうすると、ね、あの一見するとその二十万ぐらいターボが高かったりもするんですが、はいね、そういうものに関しては割と と、えー、スライドドアの電動機能が付いたりとかですね、うん、してで割とターボだけの価格換算額を出してくると、うん、安いものだと七万円前後とか対してないんですよ、ね、そうそのくらいであのついてるものが結構あります、うん、高いナビの方がよっぽどそう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 二十万円が平しますからね。 でしかも、えー、最大トルクに関しては1.6倍から1.7倍ぐらいになると、うん、でその一方で負荷が減るんで、うん、割と燃費効率にも良くて、うん、燃費は、まあ、もちろん WLTC モードで計測すると下がるんだけど、うん、でもまあ4%とか6%ぐらいしか下がらなかったりするので、はい、ターボも狙い目ですよ、はい、ということですね。はい はい。てなわけで、じゃじゃん。じゃじゃん。一発目。あ、まだそうだ。三者。その後、優劣言っていく上で、被らないようにっていう話で。基本は広いというのは、最大のメリット。そですね。それから、スライドドアが付いて、まあ、あの、料理が発生する。広い便利。そうです。それから、あと、アンデル装備も付いてるし、それから、あと、アンデルちゃんとある。選ぶと、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 選べるのもあるし。で、SUV 風の、ファンクロス三社に共通するメリットです。はい。てなわけで、一発目。 本題、はい、n ボックスなんですけど、<の>まずは。 メリット。まずは、内装の質感がスーパーハイトワゴンの中では一番すごい。これね、僕、ま感想言っていいですか結構実は、だからスペックじゃなくて質感なんでよね。これって結構実は本当ですよね。本当だと思いました。本当だと思いましやっぱ見た目でね、あって思わせるじゃないですか。中でも内装ですよね。そう。あと、あの、全席のフロントシートのスーパーハイトワゴンの中で一番快適だったりとか。あとエンジンノイズがやっぱり、車音をかなり一生懸命やってるので、あの、静かになると。 いうことですね。で、スペースと燃費は言うほど変わらない。ま、先ほど言ったように、あのね、スペースはね、みんなどれもこれも広い。それから燃費に関しても狭いところでかなり集まったりなんかしてるのは確かですね。イコールは多い。だから基本的には3つとも質感、見た目の質感とか食感とそう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 。座った時の質感と耳で聞いた時の質感が高い。とあとはそんなに、一応ね、ホイールベースは一番 N ボックスの長い二千センチぐらい。長いそう、2500、25メートル超えるのは N ボックスだけなんだけども、 どれも広いですもんね。広い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 。はいはいこれは写真であそれでこれは質感なんですけどやっぱりねこれねこれは高いんですよ。まあこれは確かにこれねいはいトいものですけどとはいえ質感は高いんですよ。でじゃじゃん2つ目タントの。でダイハツタントに関しては確かにこれはね有手的のピラーレス構造まあ要するに左側の。 あの、センターのピラーをですね、スライドドアの中に埋め込んでいくと。はい。そこですね。なので、前後のドアを開いてやると、そうすると開口幅がですね、1 9 0ミリまで広がる。これは他にないやそうです。明らかなメリットですね。そうです。それから運転席のロングサイド機能っていうのがあって、これ前は標準装着だったのが今はオプションになっちゃったんだけど、これをつけるとですね、あらかじめ あの運転席を後ろ側にこう寄せといて、左側から入って、例えば子供をですね、チャイルドシートに座らせて、そこから車から降りないで、そのまま運転席に行って、前にスライドさせて発進できるっていうような。 そういうい内での動線です、ね、要するに左側のピラーレスのドアがあって開口部が広いです、はい、でそれを活かすにはどうしたらいいでしょうか、うん、助手席からベビーカーを持ったまんま乗り込んで子ども座らせて、うん、でそのまんまできれば発信したいです、うん、だったら助手席にロングスライド機能をつけてそれで左側のスライドドアから運転席まで移って乗り込めるしら、うん、いいんじゃないですか、うん、でこれは狭い場所でも、うん、あのスライドドアから入ってで運転席に乗り込むと本当にきちきちのところに住す ちゃっても、うん、あの車から乗り降りできるじゃないですか？はい、っていうようなこともあって、はい、あのピラーレスドアの有効活用として運転席のロングスライド,ライド機能がついているということです。はい、それと3つ目のところはですね。うん、あの走行安定性と操舵感が正確。これはね。 前の方が、あの、走行安定性がちょっと悪くてですね、相談感もかなりだるなところがあったんです。っていうようなところで、えー、リファインをしたというのは原稿が流す。<や>それとあとね、リアシートの座り心地もやっぱり先代型はね、ちょっとね、良くなかったんですよね。で、それもやっぱり直してあったりなんかするので、<ー>あの、まあ、欠点潰しということで、走行安定性、相談感、うん、それからあと、後席のリアシートの座り心地というのは、良くなっているということが、 あれに関して言わせていただくとこのタントのファンクロスとスペシャギアで乗り比べたんですけど、うん、DGNA って、うん、改めてのとすごいちゃんとしてますよ。あ<ー>あ本当にねちょっと正直走りは、ええ これ N ボックスとは違った意味ですごいね、ちょっとね、ダイハツはいいなと思いました、うん、走り、あと入れやすいとも確かにちゃんとしていて、ええ、確かにネガを潰そうと思った部分もあるんでしょうけども、うん、それを余るこう恩恵があるなと思って、走りに関しては確かにね、ね優位性があると思いました。はいはい、というわけで、じゃじゃん、3つ目、スペーシア。 でスペーシアはですねまずあのこれは細かなところでもあるんですけどもインパネの上面がですね他の車種は割とデコボコしてるんですけどまあ普通デコボコしてるもんなんですがあのフラットにまったりになってて前方視界がねやっぱりかなり優れてるっていうところがありますはいはいこれですねはいそう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 ちょっとちょっとそこそのままやっといてもらいたいんだけどあの助手席の前側見るとあのこれ収納ボックスなんですけどね左側のところそう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 でそれがパカって上に開くんだけどそういう形状も あってですね結構開放感がスペーシアの場合にはあるのでまさにこの色の内装だと色彩も明るいので結構開放的な印象になりますそうなんですねこれすごくガジェットっぽさがあるとまあ結論でも言うんですけどもそこがやっぱり魅力ではあるんですかねこれ開発の方に行くとですね実はスーツケースがモチーフになっていてスーツケースって表面でこぼこしてるじゃないですかでこれボディサイドのところにへこみがあったりとか そ,うね、それからあと,と、ねあのー、今の,あのアイボリーの,、はい、あの収納ボックスと、うん、それからその下がり手前に引き出し式のテーブルが銀色になってるところですよね、うんうん、がついてるんですけどあの辺のところもちょっと、うん、あのスーツケースっぽい。うんうん デザインになっていたりしてですね、その辺のデザインも面白いということと、それとあと、まさに今のインパネの前なんですけど、そこのところで3つ並んでるじゃないですか。上に開く収納設備。ここですよね。そこが、あの、ちょ引き出して、で、中にボックスティッシュが入る。ティッシュボックス入るで、ここがカップホルダーでそうそう、カップホルダーで、その下側グローブボックスで、さらにそこから見えませんけど、助手席の下側にも、 初代ワゴンあるから採用されていると同様に、持ち上げて、バケツみたいな、収納設備があるっていうことで、そういう具合に収納設備に関しては、かなり充実しているというのがスペーシアのデータです。あとね、スマホホルダーになるんですよ、ここが。はい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 。N ボックスもね、僕持ってる分かんな助手席の前は確かに広いんですけど、これ、これですごく工夫が効いている収納ですよね。はい で、じゃあ3つ目、というか、欠点からいきましょう。欠点。欠点が、N ボックスの欠点なんですけど、先ほどインパネの写真が出まして、それで質感が高いインパネの写真が出ました。で、その上で見るとですね、インパネ、これ見るとわかるんですけど、ここですね、高い位置にメーターがついてるじゃないですか。なので、これが結構ね、視界に入ってきます。 それで座高の低い小柄な女性が運転したりなんかするとまあ我々で座る分にはそんなに気にならないんですけど僕なんか座高高いもんですから大丈夫なんですがあの小柄でそう足の長い女性とか座ったりするとですね意外にそこのところがこう目線にかかってきて圧迫感もあるし同時に前方もちょっと見にくくなるっていうようなことが。 ちなみに今のはコーディネートスタイルででま、ね、まとものもの見せますそれから2つ目としてはえと前席の座り心地は先ほど申し上げたように快適なんですけども後席がです、ね、意外にあの座面の柔軟性が乏しくてです、ね、あの座った時に今一つ体がしっかりとホールドされなくてちょっとこう座り心地でもう少しあのサポート性が欲しいなと。 これさっき言ったようにタントの存在も大きいですそうですね。タントがね、結構良くなったんですよ良くなった。良くなったんですよ。だからタント、前はタントの方がさらに悪かったから、だから一応。目立たなかったけどね。そうそうそう言えなかった。そうなんですよ。そう。でもタント頑張ってんよ新型タントかなり新型頑張ったんで、あれの鉱石に座るとですね、エンドボックスいまいちかなっていうふうに思ったりします。はい。それから3つ目は、これ乗り心地がいいのと、まあそのトレードオフって言えばトレードオフなんですけども、ちょっとこう。 高原、ね、ミキちゃんが走ると左右にこういうふうに傾くのは若干大きいかなっていうところはありますただロールスピードっていうか傾く速さを抑えられているのでぶらっと傾くわけじゃないからそんな違和感はあったりしないんですけどやっぱりちょっとタントに比べるとえ乗り心地がいい分だけボディの傾き方は大きいかなというのはあります、はい、じゃあ次タントの3つの欠点いはい でこれはですね、まず一つは、メこれけど、これが好きな人もいる,で,は、ね、いるでしょうし、たぶね、多分頑張ったんだと思いますよ、すよ逆にこれ。うんだコストの低減の問題なんか、まあ意外にあのアナログよりも安く作れたりする部分もあるし、あと収納設備があのメーターの奥側に配置されたりなんかするので、はいはい、それなりにメリットはあるんですが、はい、ただ、あのデジタルはいいちっていう人にとってみると、うん これけどね、考えようによってメリットでもあって、このデジタルメーターが好きな人もいるとは思うんだけれども、他の2社がアナログっていうところで見ると、うんはい、唯一あの、はい、デジタルメーターなので、あのでね、見にくいというふうに感じる人はいるのかなと。これ言うの、余一論だけかもよ。それからあと、はいあの、マイナーチェンジでですね、鉱石の,あの座面の昇降機能が、はいあの 開始されて前はですねあの他の二車種と同じように背もたれを倒すと後席のですね背もたれを倒すと座面も下がってこうあのまあちょっとスロープはできるんですけど坂はできるんですけどもあのまあフラットな二室になったですよリアシートの畳み方ですよねだけどそれがあマイナーチェンジ後はですねあのたに倒れるだけになったんですねでもって一番後ろのところにボードが設けてあってそれを立ち上げるとそうするとフラットな二室にはなるんですがただあの昇降機の省いたことで たたいたところのシートの表面から天井前の高さというのは9 0ミリから1 0 0ミリぐらいかな9ンチから1 0ンチぐらいちょっと短くなっていますですから例えば自転車を乗せたりするときには前はスロープを登っていく感じで乗せられたんですけれども今度は真ん中にシートの出っ張りがあったりとかするのでちょっと乗せ方が若干変わったというようなことがあります。その辺は あの、コストの低減もあるのかなという感じですね。はい、あの、フラットにしたいっていうのは、うん、ネガティブあじゃあ、ポジティブに言えばフラットに、うん、できるようになったんですけども、ネガティブに言えばそういう日出口の不足が招いてるので、はいあの、まあ、単純化したことによって、ちょっとコストを抑えたいっていうことはあったんじゃないかと思います、ね。はい、いか他社がホンダに代表されるように、ダイブダウンってリアシートがこう傾くと同時に座面と一緒に入るじゃないですか。そうすると多分リンク機構が複雑なのがあって、それを実は省いた。 分の、まあ、アイデアってアイデアなんだと思うんですよ、日数は上げるけど、絶対的にちょっと高くなりますよそういうことですね。ただ、彼らは褒め方もあってね、ただ、フラットにできるっていう。下に物が入る。立ち上げた部分のボードの下側に物が入るとか。それから、あと、えっと、3つ目としては、乗り心地がですね、さっきは、まあ、安定性がいいという話しましたけれども、その、まあ、トレードオフの関係もあって、乗り心地がちょっと硬めになってるということが挙げられます。はい。じゃあ、最後、スペシアの。はい。 ある種のデメリットというか、キャスペーシアで、スペーシアに関しては実用回転域の駆動力、これあもちろんノーマルエンジンの話で、冒頭述べたようにターボを装着すれば解決できる話で、あとマイルドハイブリッドでそうですね、マイルドハイブリッドなんで、その話も後でしますが、ノーマルエンジンに関しては実用回転域の駆動力がちょっと不足しているので、ちょっと上り坂に来たりすると、パワーが足りないかなというふうに感じたりすることがあります。それれからあととこもちょっ 冒頭言いましたけれども、の他の車種はですね、標準ボディ、快適な標準ボディにもターボがそれぞれあるんですけれども、スペーシャルに関してはカスタムというエアロパーツを装着したタイプと、それからあとギアという SUV のタイプでないとターボエンジンが用意されないでこれ、開発者に聞き尋ねると、ノーマルボディの標準ボディにターボを用意してものはあんまり売れないからですっていうことではあるんですが、ライバル2車と比べたときの結果にはなり得るだろうとそれからあと。 えーまあ、先ほどちょっと話しましたマイルドハイブリッドは採用しています、うん、ですけれども、えー、WLTC モード燃費を見るとですね、うん、21.2から2 2 2キロなんであの担当の,あのギアを入れたタイプの、うん C V T を搭載したタイプに比べると、うんえー、燃費数値としてはまあそれほどは良くはない、ね。そうちょっと意外ですけど数値的にはちょっとね下が、うん、りますよね。前回ハイブリッドだと良いんじゃないかって期待しますけど他社はないんですよね。そう,そうそう。2> 他二つはね。そうそうそうただしただしですね渋滞の多いところを走ったりした時の実燃費っていう形になるとちょっとこれは分からないですね。あ確かに、えー。要するにマイルドハイブリッドに、ね、とって非常に有利な条件の、うん、ところを走らせた時っていうのはもしかしたら 実用燃費はやっぱりタントなんかよりもすごいよ、うん、っていうことになる可能性もあります、はいはい、なのであくまでも WLTC モード燃費の話ですなるほどしかし、はい、結構違いますので違います、ね、近いんだけど、うん、違いも結構 明確にあるのでこの3つのじゃあキャラ分けをお願いしたいでこれは N ボックスに関しては上質感とかそれからホンダブライドのあってだからね本当にね軽だと思って買ってないっていうのがやっぱりここに出てて上質感とあとホンダブランドがうまくミックスされてますよね。ご当地ナンバーの白いナンバープレートつけてるサイズボックス結構多かったりしますけどですから内装の座り心地とか全席のね乗り心地座り心地静粛性 っていうのを考えると、運転してる分にはね。運転してる分には軽自動車って感じしないですもんね。確かにそれはいいと思います。それから担当に関しては、先ほど申しましたように、左側のワイドに開くスライドドア。で、ここからベビーカー持って入って、それで運転席まで移動できるっていうことがあるんですね。そうですね。お子さんのいらっしゃる世帯。それからあと、高齢の方もですね、やはりあれだけワイドに開くと、体をねじらずに乗り降りすることができるので、例えば、体を支えてあげながらね、 こういうふうにしてこう乗るような時とかっていうのはあれだけワイドに開くとですね。うん、ですからある意味、福祉車両的な機能としてワイドのスライドドアを使うことができるうで、ね、バリアフリー的な性能ですね。そうですね。いうことができると。はいはい、それからスペーシャーに関しては、はい、あの収納設備がまず多い、ね、うん、助手席の下側にあったりなんかするということと、れね、それからあと、はいえー デザインがちょっと可愛らしかったりかするということでですねまあ実用的で馴染みやすいあの車を求める形にはいいのかなでまあ3車種にこれ集約されるんでまあそれ以外にもルークスとかあったりしますけれどもあの実際に乗り比べてですね違いがそれぞれありますんであの乗り比べて買われるといいかなというふうに思いますねだからね僕ね結構こうやって幼稚園さんさすがだと思ったらこんなにね個性をはっきりあの違いをね明確に言う人ってなかなかいなくてっていうかねさっきも言ったように 結構なんだかんだ言ってスペースって近いじゃないですかというかそもそも軽自動車って本当規定演技なので似てしまいがちだし、うん、背が高いのところって1.7メートルで、うん、そこまで差ないんですよねない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 。だから車内の機動とかはそんなないですよ違いはだからこのみんなね、うん この販売台数が見るとほんとつくづく恐ろしくてですね、うん、去年で言うと、この1位の NBOX とタンで倍なんですよ。ね、しかも倍がね、1万と2万じゃなくて、10万台と20万台ってすごい差で、この差を見るとみんな NBOX がダントツだろうと思うけど、実は確かにいいんだけど、それがある種その K をそ、K を超えて、いわゆるダウンサイザーも取れるような、軽自動車っぽくないサイズ 質感と質感とホンダブランドこの3つがうまくミックスして NBOX が爆発的な力を発揮しているけれども実は僕走りでいうと担当が相当良くなっていてシートの質感とかあとさっきある種欠点とも呼べるんだけどデジタルパネルっていうのがね新しくていいっていう人もいるわけだしあとそのスライドドアスライドドアやっぱピラルスライドドアっていうのはすごい圧倒的な違い助手席側のやっぱり子供をね リアシートに座らせるのって本当に楽だし、あとスペーシアのガ,ガジェット感とか、うん、あとマイルドハイブッドとかこちらでついていて、うん、さっき言ったように燃費的な有利性っていうのは、データ的にはないけども、一応電動感も<う>まあありますので、うん、実はこれ人によっては NBOX よりもスペーシアのが向いてるんじゃないかとか、あとこのコストパフォーマンスでね、あ,ねあの、幼虫さんはあの今回あえて言わなかったけども、今回の標準ボディー結構出てますよね。そう,そ,うそう。やっぱりね、 N ボックス高いんだなって思いますよ上級になるとか、それとあと、うん、あの、ダイハツはそれぞれ。 例えばあのムーブキャンバスとかあるじゃないですか、うん、そういうの、ね、うん、鈴木に関してもワゴン R のスマイル入れたりとか、もともとワゴン R もあったり、うん、でもホンダの NBOX に関しては N ワゴンありますけど、あれはもう NBOX の2割ぐらいしか売れてないから、うん、もう全部 NBOX に集中してて、担当の場合は、それもあってこう下がったっていうこともあるんで、販売台数の数字だけは見ない方がいいですよっていうだから僕ね、今回の選びで、確かに NBOX が全部いいと思ってる人いると思うんですけども、うん うん、実は他の質感とかある種その助手席側の利便性、うん、特にさっき言ったそのバリアフリー性、ね、だから NBOX は明らかに質感ですよねいろ、うんなで質感が優れていて、うん、バリアフリー性ある種ユニバーサルデザイン性で言ったらタントだしスペーシアのガジェット感とかあとまあコストパフォーマンスはホンダ以外のやっぱりスズキとダイハツは比較的やっぱり抑えめですよねそういう意味では明確な違いがあるのでぜひ これはね皆さんの選びの、えー、参考になるデータだと思いますので,です、ね、ってなわけで今回は、ね、今回はスーパーハイト、軽戦国時代 N ボックス担当スペーシア勝つのは俺だ意外とメリット、デメリット違いあるんで個性で選んでください。あ、ね、ありりががととううごござざいいままししたた 取りがちばかりを信じちゃいけないよと。そういうことですね。はい、おっしゃる通りです。